はい、あきらです。N 番に乗ってます。いやーもう暑いですね。こう暑いとね、この車、このクラスの車だとね、ほんと燃費伸びないね。エアコン使わない時期に比べるとね、ほんと1割2割悪化するね。いやもうエアコン常にもう全開になってる感じだねこれ。特にこれね、室内広いから結構エアコンには厳しいんだろうね、条件がね。というわけでまたね、ウェブ記事っていうか最近のニュースについてね語るシリーズだけども、某ビッグモーターですね、今すごい騒ぎになってるね。初めのうちはね、なんかネットニュースとかね、そういうのだけで騒がれてたんだけども、ビッグモーターの会社の方がね、やっぱりある程度認めて、まあ、記者会見までもした、ついにねやったっていうことで、もう手のひら返しで、テレビとかね、大手メディアも随分ね袋叩きにしてる状況だね。まあそうするとまたね、いろいろ、ね、街路樹を枯らしてるだとかね、いろんなニュースが出てきますね。まあもうそうなると内部告発みたいのもね、随分垂れ込みみたいのも結構あるんだろうね。まあ初めはね、まあ、保険金の水増しとかだけで騒がれてたんだけども、まあ、相手がある事故で修理するっていう場合にはね、まあ、多少多めに見積もってもっていう風潮はあるんだろうとは思うけどね。昔ね、私も学生の頃ね、板金修理をやるところでアルバイトしてたことがあったんだよね。ああいうところってね、事故だと保険金請求するんでね、いろいろ保険会社もバカじゃないんで、ここからここまで直しますよっていうのを写真でね、撮ってなんか報告するんだね。まあそういう時にね、写真写りでうまくへこんでるのが写らないとね、保険金認められなかったりするから、結構そういう時はね、テクニックがあって、へこんでるところをね、わざとなんか汚して分かりやすくしたり、傷ついてるのが分かりやすくするようなテクニックがねあったんだね。でも別にそれ架空請求じゃなくてね、へこんでるのをへこんでたり傷ついてたのをね、分かりやすくしてるだけなんだけども、だそういうのをね、まあ微妙なところではあるんだよね。まあ大きくへこんでるのが前のドアだけで、後ろはねちょっとかすってるだけかなっていうの時にもね、結構派手に傷がついてるように見せかけてドア2枚分だっていうね、いうのはまあ普通にやってたんだけども、まあでもちょこっと傷直すぐらいでもね、やっぱドア2枚を、まあ、板金修理するのとそんなに変わんない手間ではあるんだけども、まあだそういうのが昔からあったから、だんだんそれがねインフレ化してたんじゃないかなっていう気がしないでもないけども、っていうようなことをね、まあ、思い出したっていう話なんだけども、でもあれビッグモーターさんの話はね、なんか聞けば聞くほどひどいね、結構パワハラが横行してたとかね、よくそういうとこ気に入らないと降格されてるとかってね、そんなことがあればどんどん人辞めてっちゃうだろうなと思うんだけど、どうなんだろうね。やっぱあんだけ大手になると、やっぱそれなりに安定してる感じがあったから、辞めにくいっていうのもあるのかな。ね、もともと冷静なね、企業だったらそんなパワハラされて降格とか言われたら、じゃあこんなとこ辞めてやるとかってなっちゃうけどね。ビッグモーターの店舗ってね、どでかいのがね突然デーンとできるからね、やっぱああいうあんだけでかい店がねドーンとできるとね、やっぱ客がそっちに流れるっていうのはわかるけども、でもあんだけの店をねボンボン作るっていうのはやっぱりそれなりに無理があったんだろうなと思うね。なんかそういう中古車とかね、そういうデーラーで、まあ、綺麗なでかい店がねあると、これをね維持するためにはどのぐらい車売らなきゃいけないのかとかね、その利益上げるの大変だろうなとかって考えちゃうんだけどね。いや、やっぱり無理、急拡大するとこっていうのはそれだけなんか無理してるんだろうなって思っちゃうね。企業っていうのはね、まあ、ある程度拡大していかないと、まあ、結局は停滞しちゃうから、まあ、難しいとこなんだけどね。まあ、個人経営だったらね、まあ、少々経
堅実にやってきゃいいやっていう感じなんだけども、その大手企業はねどんどんね売り上げ上げて拡大していくっていういかないと株価も下がっちゃうしね、結局ね自動車メーカーとかもね強いとこはいいけど、どうやっぱり競争だからね、で、まあ、負けて脱落するとこも出てくるってことなんだよね。まあ中古車屋さんもねやっぱそんな感じで、まあ、一社が大きくなったら他がどっか脱落していくんだろうね。まあね今回の事件でね、まあ、ビッグモーターがこんなことになっちゃったら、まあ、競合者が喜んでんのかね。やっぱねでも中古車買うときはねその辺にアフターフォローというかね保証がしっかりしてるとかねそういうところじゃないと心配っていうのがあるから、やっぱりでかい会社っていうでかくてネームバリューがある会社だと保証がしっかりしてるんだろうなとかって思っちゃうだろうけどね、まあどうなんだろうね。まあ零細な、ね、中古車屋で、ね、保証が1ヶ月だけだとかね、まあ、保証内容もしょぼかったりとかね、まあそういう場合もあるにはあるんだよね。まあ最近の車は故障しにくいね、大きい故障はねあんまりしないとはいえね、買った途端になんかエアコンが効かないとかなったらね、それ保証なかったらえらいことになっちゃうからね。というわけでね、まあ最近のビッグモーターさんの、まあ、事件でを見ててねいろんなことを思い出したなっていう話でしたね。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。